こうごうならツルフ、はい、こんにちは。ツルフィルマ店の山田とツルフアシスタントのすーちゃんです。はい、今回はですね、マキタのインパクトってやっぱり買うとかなり値段すると思うんですが、アマゾンで格安のインパクトを持ってきましたので、それが実際に使えるのか皆さん気になる方も多いと思うので、僕が実際に試して使えるかどうか比較していきたいと思います。今回比較するのがトルクやスピード2つ目打感3つ目耐久性について比較していきます。それでは本編どうぞ。はい、じゃあ1つ目トルクやスピードについて比較していきます。じゃあまず1つ目ですね、こちら 90mm のコースレッドを打っていきます。ここの長さが 90mm のネジですね。まずマキタですね、本体価格約2万円の方、最新モデルの方で打っていきます。モード3でいきます。はい、こんな感じです。何本か打ってみますね。こんな感じ。はい、じゃあ次アマゾンで買える格安の3800円のインパクトで打っていきます。一番強いモードで打っていきます。ちょっと遅いですね。ちょっと遅いですね。はい、まあ、3800にしては全然打てるのかな。確かに、うん、スピード感はない感じはしますね、はいはい、まあでもまあね、5倍近く安いですから、まあありなのかなと思います、この時点では。じゃあ次、ちっちゃいネジ、小ネジ打っていきます。うん、これはまあほぼ最新のモデルと変わらないかなと思います。はい、はい、じゃあ次ですね、こちら木に使うドリルを打っていきたいと思います。でこちらの太さがだいたい 12mm の木工用ドリルで穴を開けていきたいと思います。モード最大でいきます。まずマキタの最新モデルからいきます。はい、こんな感じです。はい、じゃあ次3800円のインパクトでやっていきます。おっと、ちょっと厳しい感じがしますね、うん、はい、今開けてみたんですけど、マキタの最新モデルの方は1回止まってスッといく感じ、この3800円のアマゾンの格安の方は1回止まってて、もう1回止まって吸っていく感じなので、今 12mm ぐらいのドリルだったらいけたんですけど、もうちょい太くなるとちょっと厳しい。そうですね、厳しそうでしたよね。じゃあ次ですね、さっきのドリルでちょっとこっちの3800円の方が厳しそうだったので、もうちょっとストックするとどうなるのか検証していきたいと思います。だいたい 21mm ですね、これが。じゃあまずマキタからいきます。うん、問題なく。よし、はい、じゃあ次アマゾンの格安の方からいきます。意外といけますね。大丈夫でしたね。ちょっとモーターの怖い音がしますけど。しますけど、まあいけないことはない。初回だからかなみたいな。確かに。続けるとちょっと怖い気はします。そうですね。はい、じゃあ次ですね、ステンレス用のドリル、太さが5ミリのものを使っていきたいと思います。こちらステンレス版が厚さが1ミリですね。コーナンで一番厚いものを買ってきました。こちらもモードは最大でいきます。おお、はい、2秒ぐらい。じゃあ次アマゾンやっていきます。お、でもいけるな。はい、うん、3800円なのに意外と全然バリバリ打てますね。そうですね、全然大丈夫そうですね、うん、じゃあ打ち比べ最後ですね、こちらコンクリート用のドリル、径の太さが5ミリのものを買ってきましたので打ち比べしていきたいと思います。じゃあマキタからいきます。今この青いテープのところまで掘りました。
じゃあ次、Amazon の安い方でいきます。モードは最大ですね。いきます。厳しいかな。なんかすごい振動がすごい、さっきより厳しいかな。うん、ちょっと掘ってみたんですけど、ここぐらいまでしか掘れてないです今。まあさすがにちょっとハイパワーすぎたのかな、この検証は。うん、はい、これであの打ち比べ終わりたいと思います。はい、2つ目、打感について比較していきます。まずは軸ブレの具合について比較していきますね。じゃあいきます。どっちも最大モードですね。うん、まあ明らかにこっちの方が軸ブレしてるかなっていうのはありますね。そうですね、結構目に見てわかるぐらいの軸ブレな感じはしますね。そうですね。で一応こちらのマキタのやつがだいたい1年フルで職員さんが使われたものなんですけど、これは最近買った、今日初めて使ったものなんで、それを加味してみても軸ブレの差はやはりあるのかなとは思いますね。はい、次ですね、トリガーでの速度調整についてなんですけど、マキタはゆっくり引いてみますね。1回ゆっくりから徐々に速くなっていく、まあ、同じようにやってみると、おお、まあ、ゆっくりでも思ったよりゆっくりでは回せたんですが、なんて言うんでしょう、段階段階になってる感じがしますよね。確かに1段階目、2段階目、3段階目みたいな感じで、まあ3800円なんで仕方ないとは思うんですが、そういった部分の差はあります。はい、3つ目、耐久性についてです。どうしても新品で買ってるので半年経った時にどうなのってことは検証できないんですが、今ですね回してみたところ、こんな感じで、明らかに最初の時よりもモーターの異音が出てるんですよ。これ今日初めて使ったので、トルクの高い作業は5回ぐらいかなしかしてないんですけど、これぐらいなので、トルクの高いパワーが必要な作業についてはもう向いてないのかな。ビスを打った時に何本打てるかっていうのはちょっと定かではないですが、まあ、基本的にはもうビス打ち用専門みたいな感じの捉え方の方がいいかなとは思います。であとはですね、まあ、サイズとかについてなんですが、比べてみるとこんな感じ、まあ、かなりでかいですね。そうですね、うん、重さについてはそんなに変わんないかも。あ、重いですよ。あ、重いあれ多分右と同じ手で持った方がいいです。あ、確かにちょっと重いかも。あ、結構きますね。あ、ごめんなさい、重いですはい、重いです。ちょっと違うのが、はい、ライトがこちら、マキタが最新モデルで全周なのがこちらと一等、まあ、3800円でライトついてるので、まあ儲けもんかなと思うんですけど、であとは説明書ついてたんで読んでみようかなと思ったんですけど、まさかのインパクトレンチの説明書がなぜか付帯されてて、これは発送間違いですかね。はい、まあ、3800円購入。そういうこともあるんですねちょっと、まあ、中身もこんな感じなので、あと英語なんで読めないです。はい、困ります。はい、ここまで実践していきましたが、どうでしたか。私だったらこっちのやっぱりマキタの純正の方を買う方がいいかなと思いました。自分で使うにしても。そうですね、ずっと使い続けるにあたってはやっぱりこちらの方がいいかなと。そうですね、マキタのインパクトであれば、まあ、普通に使っていれば5年ぐらいは、まあ、全然使えるかなと思うんですけど、これだったらちょっと1年持つかどうか不安なところなので、価格が5倍っていうところも考えると、まあ、長期的に使うならマキタの方がいいのかなとは思うんですけど、まあ、3800円にしては個人的には割といいスペックなのかなとは、まあ、ビス打ちだけしたい方にはいいスペックなのかなとは思いました。なんか個人的に気になったのはやっぱり音が一番撮影の最初と今と変わったのがちょっと気になるなっていうのはありますね。一応概要欄にこれあのマキタのコピー品なので、ツールオフでは一切取り扱ってないですし、あと案件でもないので全く関係ないんですが、一応 Amazon の URL 貼っとくんで、気になる方はそちらも見てみてください。ツールオフコメントコーナー、いつもたくさんのコメントありがとうございます。今回のコメントはですね、マキタ互換バッテリー、これ知らないと家が燃えますのショートの動画から抜擢させていただきました。たくさんのコメントありがとうございます。
このところ牧田純正だと思って買ったら見分けのわからないほどそっくりな偽物で値段も少し安いくらいという悪質なものが出回ってるよねとのことです。はい、コメントありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ、最近ですねこの牧田っていうロゴが入ってるにもかかわらず偽物っていうものが結構増えてて、まあ、それの見分け方なんですけど大きく分けて3つありまして、ケースのビス止めされている部分の1つに白い詰め物が入っている。純正だとここに白い詰め物が入っています。偽物だと4つともビスが入ってて白い詰め物はないです。で2つ目ですね、この白い部分を下に引いてあげると赤いラインが見える。純正だと見えます。偽物だとない時が多いです。で3つ目、後ろのここの型番とか書いてあるところですね、ここが日本語で書かれている。純正だと書かれています。で一応これについては並行輸入品の場合、アメリカのマキタの工場で作られて日本に輸入される場合ですね、その場合は英語で書かれていることがあるので英語だからといって偽物というわけではないんですが、この3つの条件がない場合は、まあ、ほぼ偽物だと思ってもらって、まあ、間違いないかなと思います。なのでそういう偽物が届いた際は、まあ、すぐにアマゾンの方に連絡してこれ偽物なので書いてください、まあ、言えるようだったら、まあ、言ってもらった方がいいのかなと思います。気をつけて使ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。